今日はですね、あなた自身が復縁を引き寄せる方法ということで、心がその全ての捉え方を見ています。あなたは運がいい人ですか、それとも運の悪い方ですか。さあ、皆さんこんにちは、立花事務局の中川敦です、ではですね、このチャンネルを通じて皆さんの復縁成功が1日でも早く短期間で復縁が成功できる復縁ノウハウテクニックについて今日もお伝えしていきたいと思います、よろしくお願いいたします。そしてですね、今日は皆さんが復縁を引き寄せるための、大事なコツですかね。これは、実はうちの入社試験でも取り入れている、そしてこれパナソニックでも取り入れてるね、松下電器さんが取り入れてる、そういった、ノウハウについてお話をしていきたいと思います。はい、まだですね、ちょっとこの動画をご覧になって、初めての方ですよという方にはこのご案内です。まず、この概要欄、動画止めていただいてですね、概要欄をポチッと押してください。概要欄に、記載してある一番上の方にあるですね、LINE アット、公式 LINE ですね、ご登録いただいた方に、無料で50本の裏レシピ音声ノウハウ動画っていうのが、お届けしております。これ限定公開になっているものでですね、この URL からしか ご登録いただくことができませんので、そちらからまずお受け取りください。50本無料で、皆さんにお渡ししているものですので、ぜひお受け取りください。そして、さらに今の自分の事情状況ね、 LINE の内容、いろんなご質問内容があると思います。そういったご相談をしたいという方はですね、無料で今開いておりますので LINE を通してご相談いただくか、もしくはプロの講師に直接対話でね、ご相談ができる無料ステップアップレッスンというのもあります。これね、皆さんいろんなとこバーって探して、うちしかないと言ってました。他があるなら行ってくださいと。うちしか、日本全国やっておりません。このね、無料のレッスン、ぜひご利用していただいてですね、必ずあなたの復縁活動にお役立ていただける、復縁のレッスンになっておりますので、ぜひそちらの方もご活用ください。はい、では、本題に入ってやっていきたいと思います。今日はですね、先ほど言ったあなた自身が復縁を引き寄せる方法ということで、復縁を引き寄せるってね、スピリチュアルみたいなことではなく、私は心の在り方で復縁って半分は本当に決まっているなと思います。残り半分はもちろんやり方、テクニック、そのお相手に対しての接触、次回で言うとですね、相手との会話法っていうのをこの後の動画で今収録をしておりますので、会話テクニックですね、心理会話テクニックっていうのをお話しするんですが、それは 50% 半分で、実際にあなた自身の心の在り方がすごく大事なんですね。では、一つご質問です。あなたは運がいい人ですか、それとも運の悪い方ですか。さあ、皆さんの心にパンとね、思い浮かんだそのことを教えていただきたい。画面を通じて、皆さんの声が聞こえないのがすごく残念ですが、コメントでもいいです。運がいいと答えた方、私は運がいいですと言える方はですね、復縁がうまくいくと思います。一方で、私が運が悪いんです、私はついてないんです、何やってもダメなんです、知識もないんです、才能もないんです、運が悪くて何をしていいかもわからないと言っていては、きっとこの先あなた一人では復縁は難しいだろうなと思ってしまいます。これは、冒頭にもお話ししたように、パナソニック電工、松下電工っていうね、パナソニックが、入社試験で、取り入れた一つの方法で、運がいいか悪いか、あなたどうですかということを質問された時にですね、その方が、私って運がないんですよね、運がついてないんですよねという方は全員落としたそうです。採用しなかったんですって。だからうちも一緒のことをやってます。これがね、運がいいというふうに言った方はですね、何かいつも好奇心にあふれていたりとか、何か新しいことを学ぼうとしていたりとか、何か自分ができないこともできるようになるまでトライしたりチャレンジする性質があるんだと思います。私はいろんな多くなね、一緒に働いていただける社員や仲間たちを見ていて、運がいいと言ってですね、入ってきたみんなは、やっぱりそういった素質を持っているんだなと、そんなふうに思っています。そしてですね、この運がいいということを自分でまず言えるようになっていただきたいんです。どうしてもこの復縁でね、先ほど自分では難しいですと、
という、ちょっときついことを言いましたが、別に無理だということでは全くありません。あなた自身が復縁をできるチャンスや可能性、運がね、いい悪い、そんなこと一言言っただけで決まるものじゃありませんから、できると思いますが、ですが運が悪いのよ、ついてないのよと、自分自身がそうやって普段から口に言葉に出していると、自分自身の身の回りに起こること、出来事が全てついてないことばかり起こってしまうんです。もうこれは不思議なもので、物の捉え方っていうのは全てあなた自身の、まあ私なら私自身の心がその全ての捉え方を見ています。例えばそうですね、夫婦のお悩み相談、私はこういったご相談をいただきます。家に帰ると嫁がめちゃめちゃ怒っていて、私家に帰るのが嫌なんです、地獄なんです。こうやって、ご相談に来られる方がいます。まあ、私たち7つ部門があるのでね、復縁以外にもいろんなご相談があるんですが、もう家に帰るのがもう苦痛で苦痛でしょうがないんです、地獄なんです。もう嫁と喧嘩ばかり、家帰れば口開いて、あんた今日どこ行ってたのと、飲みに行ってたのと、ずっと怒っていて、もう私しんどいんですよね、離婚考えようかと思ってるんですよね、どうですか、どうしたらいいですか。まあこんな風にご相談をいただきます。家に帰るのが地獄だそうなんです。皆さんからしたら結婚したらね幸せなんだろうな、まあそう思うかもしれませんが、まあ、世の中には家に帰ることが地獄のように感じている、まあ、夫婦もいるわけですね。そこで私はですね、まずそのご相談者さん、心の捉え方を変えてくださいと、考え方を変化させてくださいと、今あなたは不幸な考え方を、もう家に帰ることが不幸で絶望的で、もう地獄のようだと、いろんな言葉で自分の奥さんのことを見てしまっていて、色眼鏡がスパンとかかっていて、彼女のことを、その奥さんのことをちゃんと見えていないと思います。まずはその怒ってる原因について追求して考えてみてください。そのなんでその奥さんは家に帰ると口うるさく言っていたのか、その口うるさく言っていた原因や、その思いっていうのはどこから来ていたのか、彼女に寄り添って考えてみてくださいと。そしてその今彼女が怒っていること、奥さんが声を荒げていることって、私は運が良かったと思っていますよと。なぜならあなたは運の持ち主です、運がいい人なんです、そう言って、なぜならあなたは離婚を彼女から突きつけられる前に、別れの原因となる問題点がこの今の声の荒げている状況から今簡単に見つけ出すことができるじゃないですか。あなたはだから運がついているんです。心の捉え方や考え方を変えて、その奥さんと向き合ってみてはいかがですか、こういう話をしたわけですね。現にその奥さんはなんで怒りっぽく変わったのかといえば、その旦那が帰ってくる時間が遅く寂しく思っていたそうです。休日も一緒に出かける機会がだんだん少なくなり、なんだか私たちは夫婦として付き合っている意味があったんだろうか、どうだろうか、その思いや表現がストレートにできずに怒って、いつもガミガミと口うるさく言ってしまっていたということが、その奥さんの向き合った結果ですね、現れたわけです。ですからこの時に向き合っていたこの彼、彼というか旦那さんはですね、結果としては離婚もすることなく夫婦円満ね、もう二人とも超ハッピーで、家帰ったら今はすごく楽しいんですと、奥さんがね、自分の好きな食べ物をいつも毎晩毎晩準備してくれていて、明日は何にしたいとかね、なんか付き合いたての当初のような二人ともウキウキワクワク幸せな付き合い方ができてるんですよね、で子供も今2人目ができたんですよね、なんてのろけ話なんかを私は聞いておりました。とてもいい話でしたが、私はこういうね、心の捉え方、これも一つ運の要素だと思うんです。運が悪いなと言っている人は、その奥さんに対してきっと怒っている原因まで考えなかったと思います。ああもう最悪な嫁に当たって俺は運が悪かったな、ああこうやって結局結婚したらガミガミ言う嫁で、ああ失敗しちゃったな、最初の方はこんな感じでした。ですがあなた自身運がいいんですよ、運のいいところってどこなのかをしっかりと見れるようになった時に、この方が抱えている悩みっていうのはスパーンとね、一瞬で解決したわけです。明るく、たった1ヶ月半でしたよ、一瞬でその家に帰ることが楽しくなり、2人が過ごす時間に花がパンと咲いたようにね、なんていうのかな、明るい空気が
さーっと充満してすごく楽しくなったそうですし、まあ子供ができたっていうご報告をいただいたぐらいですから幸せだったんだと思います。仲良くなったんだと思います。それだけで十分伝わってきましたよ。ですから、皆さんがね、まず自分自身が復縁を引き寄せようと思った時に、自分は運がある、自分は運がついている、今日からでも言い直してください。自分自身今ついてるんです。今はこの彼彼女とうまくいかなくなって、見つめ直すところがパッ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 と見えてきてないでしょうか。自分自身が見つめ直すポイントがあるんであれば、これを改善していって、それを乗り越えた時の自分の成長度、そしてその先付き合った時の彼彼女との幸せな生活だったり、今以上にね、今があるから今まで以上に幸せな2人の関係が築けるんじゃないかと思いますね。運がいいか悪いか、それはあなた自身の心の捉え方であり、運が良く、そして運のいい方向に進むためにね、自分はついていると、運があるということを自分自身が言えるようになっていただきたいなと思います。そうすれば、自然にですね、あなたが復縁に向かっていく、成功に向かっていく、その最短のルートが勝手に、導かれていきますからね。動画にも、私たちのもしかしたらね、この復縁の動画でも、運がいいと言っているとね、いい動画が概要欄にババババってきてね、自分に必要な動画がパンって目に入ってくるかもしれませんし、あなた自身がその復縁のチャンスをつかめる、そのチャンスを逃さなくなりますから、何よりね、運がいいと、自分自身が言って、この復縁活動を乗り越えていただきたいなと思います。ぜひですね、運がいいと言いながら復縁に成功していただきたいと思います。はい、今日の動画ね、ちょっといいなと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、いいねボタンお願いします。では、橘事務局の中川からお届けいたしました。